にとってあの頃はどんな時代だったのだろうか。今から21年前の夏、東京日比谷野外音楽堂のステージの上で3人の女性たちが泣きじゃくりながらこう叫んだ時、その言葉が伝説の始まりだった。アイドルであることを超えてしまった3人のコーラスグループ、その名はキャンディー。平成10年、夏の名残を惜しむ街、人々の口に今も古びることのないメロディーがよみがえる。本当に可愛かったのよ。よかったんだぜ、あの子たち。大人たちが遠くを見つめる。20年の時を超えて封印されていた映像が語り出す真実。知らなかった。ビールが音楽上だけじゃなくてね、私自分たちの気持ちの中で解散っていうものがすごい、もう決定的にね、決まって、忘れる瞬間を刻んだ一枚のシートレコード。会場を駆け抜ける緊張をその先に続く言葉が衝撃に変えた。ごめんなさい、車を取り戻したい。なぜ、繰り返された問いに答えはない。ただ91分に及ぶ映像だけが3人の心模様を映し取り、彼女たちの真実を知っていた。スクリーンに映し出された1978年、ここに置き忘れてきたものを見つける人がいる、なくしてしまったものに気づく人がいる。蘇るのは甘く切ない思い出。今日のスーパーテレビは眠りから覚めたフィルムに刻まれた物語、その歌声に胸アップしたキャンディーズの伝説。この番組は日桜酒造 T&Z とご覧のスポンサーの提供でお送りします。